ます。国土交通委員長、畑雄一郎君。ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に対し、小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務づけることとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、新築住宅等の省エネ義務化が見送られた理由、建築物の省エネに係る基準及びその評価のあり方、中小建設業者及び建築士の省エネ技術向上に向けた取り組み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、付帯決議が付されております。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数229、賛成229、反対0、よって本案は全会一致をもって可決されました。日程第2、大学等における就学の支援に関する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。文教科学